が抜けるので PSP を片付ける、アンマンのしつけ、今日のアマちゃんでございます。アマちゃんね、ワンコ持ってってます。自分の秘密基地ですね。もういろいろ散らかすんですよね。もう掃除しないとまたアマちゃんが自分の秘密基地に荒ぶるワンコを引きずり込もうとしています。助けてくれとワンコが叫んでおります。アンマちゃんが引きずり込むんだとこっち来いとアンマちゃんが言ってますしっぽ振って抵抗しておりますね。さあアンマちゃんどうするのか、耳をかじって入れてった。それでは本編スタートです。最近歯が抜ける夢を見るんです。全部です、全部抜けるんです。リスナーさんがね、部屋の片付けをした方がいいよと。そういうわけで今日は片付けです。何の？そう、それはあれです。というわけでプニーでございます倉庫からね出してきました。多分全部だと思うんだけどな。でもね、少ない気がすんだよな。ダブリはね、分けたいんですよね。アイシールド結構好きなんだよな。でもな、こんな一個ずつ見てたら終わんないしな。あ、これてっぺいさんやってたよね。なんかこのシリーズね。ダメだ。終わらねえ。というわけで、とりあえずね、全部広げて、状態のいいのだけを残してダブってるのは横に置くと、そういう作戦でね、行ってみます。さあ、ね、アンマンちゃんが寝ててよかったな。アンマンちゃんいたらね、大騒ぎですよ。ねえ、なんかどれもやってみたくなってきたな。いやー、説明書ガン見したくなる。さあ、どんなゲームがあったかね、ちょっと見ていきましょうかね。いやー、やっと終わった。さあ、まずはね、 UMD のビデオですね、ちょっと見ていきましょうか。こんな感じです。結構ね、好きな映画ばっかりなんですよね。たまにね、PSP で見たりするんですよ。さあ次はね、ゲームね、これ片付けながらね、片付けながらっていうか片付いたやつを一回 LINE 出してね、一本一本見ていきます。このコンテナね、あのダイソーの500円のやつだよ。3列ね、ぴったり入るの、いいでしょ。ラベル剥がしてないのもありますね。この辺も結構ね、積みゲーになっちゃってるよな。このね、プラネタリウム系はね、結構好き、たまーに見てる。メタルギアソリッドね、ほとんどやってないですねこの辺は全部福袋かな。結構ね、 PSP 福袋もね買って開封してるんで、結構な本数になってると思うんですよね。太鼓の達人とかね。こち
ちらもね、よくわかんないソフトあれで、これもね、なんかマイクがいるんだったっけな。なんかね、必要なものがなくてできないんだよね。さあ、こうやってね、全部見ていきましょう。次の段ですね。これもう使えないもんな。まあ結局福袋で出るのってこういう使えない系のものが出てくるからね。なかなか福袋もさ、最近怖くて買えなくなっちゃったな。とある系ね。感じかな。無双オロチ、やったことあります？ちょっとだけやったことあるんですけどね。これ倒れるな。もうイラッとするな。ちょっとね、難しいよね。ちょっと横へ。ね、不器用なプニです。もう、ね、皆さんもイラッとしたことでしょう。ね、ソフトを見ていきましょう。なんか、好きなのある？春日面白かったよな。結構好きだったんだよな。あの、よくわからない感じが。ギレンね。この絵かっこよくない？この絵がね、結構好きなんだよね。あとは、この辺ね、知らないんですよね。アニメもよくわかってない。いや、ガンダム系結構あるよね。鉄拳。黒子。ほとんど積みゲーだな。やってない。これクイズだっけ？違うっけ？ロールプレだっけ？あ、これ面白かったな。これはね、覚えてないわ。起動したこともないと思う。あ、いいね、ジオング。ガンダムね。ウノタンか。あ、ウノタンいいな。3列目ね、さっきのやつ3列目。撮影するの忘れてた。2箱目ですね、これね。あ、これ好きなんだよね。で、三国志。この辺はね、こないだ出てきたものもあるかな。さっきのね、100万トンはね、2本持ってるんですけど、見当たらないから、まだどっかにあんだろうな。なんか少ない気がするんですよ、PSP。結構ね、ダブリがね、少なかったんですよ。びっくりすることに。あんだけ福袋買ったのにな。誰かにあげたっていうこともないんだよな。なんか将来的にね、プレゼント企画にとか、そういうので思ってたからさ。譲っちゃったとかね、あまりないはずなんだけど。この辺もね、ダブってないんだよね、奇跡的に。パープロいいよね。ウィニングイレブンか。これもな、好きだったよな。で、初音ミクですね。同じパッケージがあるね。ん？ちょっと待って。これとこれは？あー、お買い得版ってことね。なるほどね。ベストプライスとか、そういう感じにしなかったんだね。こういう黄色の感じにね。
いや、どう？見てて楽しい？人の持ってるゲーム、まあ面白いよって言っていただけると助かるんですけど、ゴッドイーター、これもね、結構入ってんだよ福袋に。これね、もう一本持ってたはずなんだけどな、一本しかないんだよな、まだどっかにあるはずだな。鬼嫁日記もね、やってみたいな。あ、これね、結構たまに起動してやってる。アハ体験ね。この辺もな、積みゲーだよな。あ、これ面白かった気がする。気がする。内容覚えてないけど、面白かった気がする。ミンゴルね。当時も買ったんですよ、ミンゴル。ミンゴル好きでさ、下手くそな割にはやりたがるんだよね。これ、こないだ出たやつかな。これね、麻雀ゲーム。たっぷりね。この辺もね、あまりダブってなかったんだよな。この辺、うたっぷり。だんだんめんどくさくなってきた。うたっぷりです。メンドロイドジェネレーションはね、結構良かったんですけど、放送がね、YouTube にはね、乗っけられなくて、お見せできてないと思う。さあ、この辺もね、見ていきましょう。どうですか？なんかね、結構撮影できてないところが多い気がするけど、まあこんな感じですよ。あ、このさ、無限回路は面白かった気がする。ときめもこうね。あ、このクイズで勝負だね、やってみたいんだよな。彼岸島もね、面白そうなんだけど、まだできてない。ダンボール選挙はね、レベル5のゲームなんで、ちょっとね、いずれちゃんとやりたいんだよね。アニメをね、ちょっと見入って勉強はしたんだけどね、まだゲームまで手つけてない。いいっすね、いいっす、いいでしょ。まあ大体こんな感じかな。で、この辺ね、まだ入りきらなかったやつがあります。これね、未開封なんだよな。ピッポザル、ピッポザル結構面白かった気がするんだよな。こちらね、入りきらなかったやつ。あ、このケースね、ニトリ。いいしょ、このケースも。こうやってね、縦に入るんで、2段ね。これね、ダブったやつと、中身がなかったりするやつ。スクールウォーズがね、中身がなかったんだよな。まあ、というわけで、こんな感じで、片付きました。どうですか？今回ね、整理した合計本数は、こちら !284 本でした。まだ倉庫にありそうです。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、どうですか ?PSP。結構ね、福袋開封するとね、こんな感じなんですよね。またね。